二代目のブランド大使ご就任おめでとうございます。初代の方皆さんに以上のですね、活躍を、期待をしております。衣食上米川裕子様、あなたを横田ブランド大使として委嘱します。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。衣食上永田幸子様、よろしくお願いします。衣食上中村沙織様、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。茨城県鉾田市は県庁所在地の水戸市から約30キロ、全国でも有数の農業大国ということで、日本一のメロンをはじめトマト、水菜、さつまいもなどが有名です。鉾田市にある大竹海岸は夏は海水浴場として大勢のお客様にお越しいただきますが、実は初日の出のスポットでもあるんです。鉾田市は全国でも有数の農業大国ということで、先ほども申し上げましたが日本一のメロンが有名です。小さな頃から鉾田市の美味しい野菜や果物を食べて育ってきました。そんな私にとって特別で大好きな地元鉾田市の知名度を上げることができるように頑張りたいと思います。これからどんどん鉾田市の魅力を精一杯元気に PR していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。